そ園田競ばレース展望ですこの時間は10月13日金曜日その金ライターの展望を行います今日の解説は競馬近畿の北野坊敦さんですどうぞよろしくお願いしますはいお願いします、えー、その金ライターももう今週含めて残り2週間となりましたね、うん、そうですねはい。うん、早いもんですねまあね ま今年は天気が意外と恵まれましたからね。そうですね。ずっと恵まれてきたんですが、まあうん、ただここ最近ちょっとね、先週もそうでしたし、うん、で明日もあまり予報良くないんですけど、ね。そうみたいですよね。うん、あの明日どころか、もう一週間ぐらいずっと雨予報にね、今になってますんでね、うん、ちょっと秋雨前線のいたずらがね、うん、えしばらくありそうなそんな空模様です。 ま、なんとか明日持って欲しいですけどね。そうですねはい、はい、え、なんといっても重症レース、姫山菊花賞が明日は行われますえー、それを含めまして展望を行ってまいります。明日は12レース全部で組まれましたえー、ご覧の12レースとなっています。11レースが姫山菊花賞1つ前の10レース b2 戦とともに展望いたします。では、まずは重症レース第57回姫山菊花賞です。 金沢競馬からの遠征馬11番東証プライドを含めましての11頭立てとなりました、まあ、遠征馬1頭を回避しましたのでフ、はい、ルゲートにならなかったんですけれどもね、うん、しかし重賞ホース11頭中7頭ですか、はい、豪華です、ね、そうですすねねそ、えー、うよ盈進クリアがいないぐらいで、まあ、あとはほぼ、ねうん、上位の馬出てきたかなという印見ていきましょうこのようになりました。 まずは10番のマイ,タイザ山本命、摂津杯、逃げ切った後しばらく休んでいてここに照準を合わせてきたとといううこでですね、はい、そうですねねそ、うんまあ、自主納権を受けましてで調整は同じ9者のノブタイ泰山とずっと合わせましまして、はい、非常にいい仕上げができたと思いますね。えー、摂津杯の時もいい仕上げだったんですけれども私はそれ以上じゃないかなと思いますんで。ででそうですかはい イザ山本命なんですがただ、節配は一番枠から逃げ切り、うん、で今回は外10番枠にいたんですが節配のとはもう抜群のスタートを決,、ま、決めましたからね<ー>から今回まあ外ですけどもねでも、まああのー、ある意味この中途半端な枠引くよりも良、ねうん、かったと思います内か外極端な方がね、はいでまあ、おそらく鼻、行くと思います行き切ると思いますね。うんはい、自分のスタイルで なんとか持ちこたえてくれるんじゃないかなと私はそう期待してますけどね。はい。ここまで重症参勝しているマイタイザン。まあ、ただ設治派の時は半導戦で55キロ。はい、今回56キロになりまして。うん、A C ニシパとのね金量差がなくなるというのがね一、はい、つありますけども、ねうん。まあでもねあのー、まあこの中間の調整具合とか、うん、そういう馬体の充実度とか。うん、はい。そんなん見た限りではねそういうこと全く私は気にしてません。そうですか。はい。はい 明日も逃げあるのみとそうです、ね、見たわけですね、はい、で対抗が一番の盈進、うん、まあこちらは節敗2着で前走も重傷2着とちょっと、ね、取りこぼしたという言い方は悪いかもしれませんがん勝てなかったんですねここにそう気になるのは、ねはい、前回あの手応えで勝てなかったということなんですよね、うねまあもう1い不足だったということもあるんですけども、ねはい、抜群の手応えで言いながら、まあね、ウィン・オベロンにかわされちゃったと。はい、そういうい あの競馬がねちょっと気にはなるんですけどもね。うんはい、ただ今回は金量56キロと、はい、2> ここ2層3層に比べますと金量一つ軽くなりますよね、うんうん。そうですね。まあこの辺はまあ有利は有利でしょうね。重賞、うん、4勝の永進西パ。 あの田中学部ジョッキーが木曜日の開催、一日ちょっとお休みしましたんですけどもね。はい、ちょっとまあ風邪気味だったということで、うん、まあちょっと体調整えて。はい、でも、お、この姫山菊花賞ありますんで、そこに備えるという。そうで休みだったんでしょうね。ですから、今のところは騎乗予定ということでね、うん、聞いております。ま出てきてくれるでしょう。はい。さそれから三番手評価ですが、これも重賞四勝馬の九番、サウスウィンドウ、はい。前回多少重かったのかなというか。 うんはしましたよね。休み明けちょっとね。大きく負けてしまいましたが、はい、うんちょっと負けすぎは負けすぎですけどもね。はい、でもまあ今回2走目ですしでエース迎えましたからね。ま、えー、その辺で言っても十分反撃あると、うん、見た方がいいと思いますね。はい、あの兵庫大賞典の時はこの馬逃げ切り勝ちで収めてますし、はい、昨年この馬勝った時も姫神菊花賞逃げ切り勝ちでした。うん、そうですね。 マイイタとの逃げ争いいかどう見んですかいやだからね、このままの,の逃げというのも十分考えられるんですよね。えー、でもまあ、枠順隣同士ですからね、うん、これがもしうちだったら話は別ですけども、この枠ですから、マイイタの方が早いいと思いますすねそうですか、はいはい、今回、再び赤岡ジョッキを配してきたという陣営です。はい、さあそれから4番手評価が5番の清正2走前には九州産限定の霧島賞を勝っていると、まあ、連覇をしたという、ねうん、馬なんですが。そうですねはい まあ、でも、力つけてますよね。えー、これ三走前、千四年二着でしょそれで、前走が千八年二着。はい、距離も全く関係ないですからね。これだけ、まあ、自由自在に動ける馬というのも、なかなかいないんじゃないかなと思いますね。はい、十分、ここでもやれるということですね。はい、それから、バッテン二頭ですが、まずは二番のミレミリア。うん。 これは絶好枠引きましたね。はい、二番枠。うん、うで足、あ、道中うち、で、足しためて、で、外切り替えて、というのがこのままの構想パターンですからね。はい。これはその展開になる可能性十分ありますよね。ええー。それから距離は問わない七番のマークスマン。はい。まあね、強いのか弱いのか、ちょっとわからんところあったんですけども、えー、前回の勝ちっぷり、これ非常に良かったですからね。これもほんまもんと見てもいいでしょうね。うん。 もうオープンでの勝ちくらも6つ目になりましたからねまだ重賞では好走歴ないんですけども、ねはい、えー、そろそろ怖いというところもありますかね。ということで印は6頭なんですが印入らなかった重賞ホースもいますしね、信濱山、高野トリオンフも重賞ホースなんですが。うん はい、まあ一発ありますよ、こういうのもね、えー、うまいこと展開はまればね。はい、それから金沢の東証プライドも重賞を勝っているという馬です。こまあね、うん、あの岡部ジェー、してきましたからね。ねこれでまだなんか武器ミサー漂ってますよね。はい、まあいずれにしましても、目移りするようなね、うん、非常にいいメンバーが揃った日比山菊花賞です。さあ、それでは、フォーカスでまとめていただきます。馬服で、10番毎泰山から印を入れた相手ご頭ということで。11レース日比山菊花賞をまとめていただきました。 発送時刻は8時ちょうどですでは10レースいきましょう一つ前の B2 戦ですここは9と、えー、手頃な投数になりましたが印このようになっています北野坊さん本命は一番 A シンシエル、はい、連勝中の馬ですそうですねまあ好調ですよね、はい、前回はね、ちょっとこの追い出すタイミング抜けるタイミングその辺がね早すぎたのかそれともペースが自分で早いペースを作り出してしまったのか最後詰め寄られたんですけどもね、はい でもレースぶりは完勝でしたよね。うん、だからまあ、ここから行きたいですね。はい。まあ、最後花さ、うん、ギリギリね、なんとか粘ったという、そういう A. C. C. L. の走りっぷりでしたが。えー、まあ、明日も。 もううう一丁大丈夫だろうと、はい、いうといこですね状態非常によさそうですね、はい。それから7番のレギスこちらは前走格上挑戦でしんがり負けきしたんですが B2、はいうん、戦では安定してましたよね,そうですねだからもうこの前回の,、ね、この12着というのは度外視できると思いますね。はい、で中間の攻めは非常にいいですよね、えー、しっかり鍛えてますのでこれ代わりに必至ですね、はい、それから黒三角9番のおかげさまです。はい これは前回、ね、エイシンシエルにじか付けされて非常に苦しい展開になったんですよね、今回もどういう出方になってくるのか、エイシンシエルが、ねえー、ポイントではあるんですけども、今回、エイシンシエル前回から1キロ持ちますんでね、だからあそこまでおかげさまに、ね、プレッシャーを与える競馬にはならないと思うんですよね。はい、ということは、この馬の逃げ残りだって十分考えてもいいかなと思います、はい、枠順も前走とは逆になりましたもんね、はい、こちらが外に行ったというおかげさまです。うん それからあとは白三角6番の v キャスター前走3着でした。うん、やっぱりちょっとね。展開の助けが必要なのかなというところはありますけども、はい、確実には寄ってきてますんでね。うん、まあ2着3着ぐらいだったらあり得るだろうなとは思ってます。はい、バッテン2頭はどうでしょう？うん。まあ,あの z 側は初距離ですからね。これが良い,い方に出れば。 からキーコレクションの場合は1004よりは1002の方が合いますんでね、はい、これもまあ前進あるんじゃないかなと思います、うんはいまあ、いずれにしましてもここは一番、エ進シエルここが糸抜けているような印象ですかそうですよね。ということで連勝中のエ進シ,シエル本命という北野坊さんですですはフォーカスです。 こちらはソロ抜けていると見た1番エイシンシエルをもう1着に固定してあとは7番9番6番3番この4頭ということでここは絞って買いたいということですね B2、はいねはい、戦発送時刻は7時25分ですどうぞお楽しみください明日はその金ライタの開催ですちょっと天気が心配ではあるんですがなんとか明日日目山菊花賞重賞レース持ってほしいところです 明日、重賞です。楽しみましょうね。はい、そうですね。はい、ええー、解説は競馬近畿北のぼうさんでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。